タカラスタンダード株式会社は大阪府大阪市上東区に本社を置きシステムキッチンやシステムバスなどを製造販売する大手住宅設備機器メーカーであるシステムキッチンや洗面台の国内シェアでトップクラスを誇る古くは日本エナメルという企業名で創業し一時期タカラベルモント社の参加に入っていたその後参加を抜け 1972年から現社名に変更し、以後国内で初めて放浪製のシステムキッチン及びシステムバスを開発した企業として現在まで業界の先駆的立場にある。世界的に見ても放浪製品の技術はトップクラスを誇り、ステンレス志向の業界に一石を投じている。社名のスタンダードはスタンダードであり、流行に左右されない。 標準規格を常に提供していく姿勢の現れであるとされるが、同じ住宅機器業界の世界的大手企業であるアメリカンスタンダード社を意識した社名とも考えられる。タカラベルモント社の参加から抜ける際、社内募集によって現在の社名に変更した。旧来の社名である日本エナメルでは繊維関連の会社と勘違いされる恐れがあるためとも言われる。 大臨会の会員企業である。仙台支店2019年10月7日より、女優の土屋太志大鳥をショールームアドバイザーとして起用したテレビコマーシャルを流している。同時に、声優の山寺光一が製品の心の声役で声のみで出演している。現在以下は、以前に提供していた番組かつて、宝放浪を流し大宝放浪システムキッチン。 という名称で提供クレジットとして出していた時期もあった。ありがとうございます。